皆さんこんばんは。こんばんは。今日はですね、業務スーパーでゲットしましたカルツォーネ地中海風をいただきたいと思います。はい。今日はですね、ちょっとキッチンのお掃除をしてレンジフードを洗いまして、今乾燥中でして、今日はちょっと温めたりして食べられるものということで、これ冷凍食品ですけれども買ってきてみました。2種類あるんですが、こっちは地中海風ということで、モッツァレラチーズ、フェタチーズ、パプリカと玉ねぎ、バジルソースでできているということですね。 175g です。原材料配合割合チーズ 13.1%、 結構高いですね。うん。こちらはイタリア産だったっけな。イタリア産ですね。ビール酵母使ってある、うんうん、トマトソース、モッツァレラチーズ、フェタチーズ、さっきのものですね。2種類のソースとチーズを使用し、たっぷりの具材をピザ生地で三日月型に包み込んで焼き上げました。外はサクッと、中をもっちりとした生地の中からとろりとしたチーズとソースが溶け出し、ということで、とても楽しみです、ね。ちなみにですね、今回の調理方法は凍ったままの、本品を袋から取り出して、電子レンジ 500W だと約3分加熱ということで、今日は 500W で3分加熱しました。で、余熱したオーブントースターに移し約2分加熱ということで、うちは IH のトースター機能で約5分間焼いたものになります。結構早くね、食べれるよね、うん、結構にも熱い感じです。じゃあ半分こにしてみますね。そうね、この裏にあるそのパッケージ通りなのかっていうね、とこも気になるとこです、うん。やっぱこういう時に下が木の皿とかのがいいのかな。うん、そうね。お皿も傷つけちゃうもんね。そう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 。ここはちょっと気になるところ。では、うん、お、合ってる？いい感じじゃない？うん。湯気がね、うまく映ってるかわかんないですけど、いい感じじゃないでしょうか。一回ちょっと離してみます、うん。こんな感じでできました。パプリカ、玉ねぎしっかり入ってますね。じゃあ半分こ。では早速いただきたいと思います。はーい。うん、アクアク。うん、おいしい。うん。外国のものなんで味がすごくしょっぱいのかなと思いきや、野菜の甘みが強い感じ。砕き見るならここをこうにすればいいのかな。冷えちゃうけど、ね、うんうん。でも食べてみたら、うん、美味しい。いただきます。うん、ゼロワンみたい。うん。バジルソースが思った以上に効いてます、うん、アクセントになってるね。おいしい。これいくらだったかな。300円台ですよね。二人して食べちゃうと喋れないですね、うん、300円台だと思います、ね。これ一人のランチの時とかもう満足かね、本当に。でもやっぱ何か欲しいかな。野菜が入ってるとはいえ、なんかちょっとした野菜が、例えばサラダとか、うん、食べたくなっちゃうかな。野菜スープと一緒にとか、うんうんうん。まあでも炭水化物が好きというか、ピザが単純に好きな人だったら、うん、別に確かにこれだけでも全然、うん、
これ冷凍食品なのでちょっと美味しく食べるのにね、手間をかける、多少手間をかけるっていうのがあるので、そこを省けばですね、あのお家でのランチにすっごくおすすめです。結構生地もしっかりしてるのでお腹もいっぱいになるかなと思います。今日はですね、ちょっとあの夕飯ということもあってワインといただいてますが、ワインとも合いますし、ランチの時のお供にも合うかなと思います。ブランデーグラスでワイン飲んでる。分かる人には分かっちゃうね、うん。こちら2種類あってですね、もう一つはですね、あの4種類のチーズを使われている、ミートソースベースのものになっているみたいです。少しあの味が変わると思うので、もう一つの方もあの食べた際はぜひ報告させてください。では皆さん、いつもありがとうございます。ありがとうございます。もしよろしければ登録、チャンネル登録をお願いします。お願いします。ではおやすみなさい。おやすみなさい。